はい、こんにちは。今日はですね、二次関数とかですね、二次方程式の、まあ、2回目ということでですね、総合復習ですね。で、因数分解とか、平方完成をしてグラフを書く、そして因数分解をして、交点の座標を求める、そして交点の座標、まあ、X 切片が分かったら逆にグラフも書けるというようなことをですね、勉強していきたいと思います。今日はちょっと煩雑な、僕の書斎から送っておりますけども、エロ本とか映ってないかな、大丈夫かな、ちょっと心配になりますので、あまり、こちらは見ちゃダメですよ。では今日も頑張りましょう。さて本日はですね、熱血受験数学塾ですね、二次方程式、前回に引き続いて、二次関数、二次方程式、または不等式ですね、グラフ、こういうのの関連問題の総合理解ということの第2回目を今日はします。もうとにかく総合的に関連付けてですね、多角的とも言えますが、マルティプルにですね、考察できるようになることが一番の受験数学の成功への道です。で、方程式、グラフ、特に二次関数ですね、全て総合理解の2回目です。それでは本日も、内容に踏み込んで頑張っていきたいと思います。以下の二次関数のグラフですね、本日はもう総合的に、こうやっていくということの本格的な、ことですね。もう第2弾ですけども、2回目ですけどね、まあ、または方程式ですねの学習復習を、通じてですね、解の公式、平方完成、 XY 軸との交点、判別式、因数分解、解と係数の関係、接線ですね、放物線にこう引いた接線ですね、これ接触するというか一点で交わる、こういうのをですね、総合的に学習しましょうということですね。で、実際にですね、ちょっとこの動画をストップしてですね、まあ、自分の勉強の復習と思って、これらの、これは二次関数といいますかグラフですね、放物線になりますが、これをちょっと平方完成して書いてくださるでしょうかね。まあ、1から6番目までありますね。こういうふうに、まあ、例えば3番目ですと y イコール 2x 2乗マイナス 12x プラス18と二次関数ですね。で、その後ですね、まあ、そういうのを、トータルで説明したいと思います。ではこれはまあ動画ですから休憩することなく、回答といいますかね、一緒にやってみましょう。ではまず1番ですね、y イコール x 2乗マイナス 4x、プラス3ですね。で、もう平方完成は皆さんご存知の、大体手順をご存知の、ね、ものとして、ここでは解説していきますが、これを括弧の2乗にしたいので、x 2乗マイナス 4x というのは、何を展開したら出てくるかというと、ここの x の係数を半分にした、マイナス2ですね。4を半分にした2。この x マイナス2の2乗というのを考えますと、これは展開すると、x 2乗マイナス 4x、そして定数項であるプラス4がつきますから、4を引いておきますね。つまりこの中括弧ですね、この中とこれが一緒ですね。これを中括弧を展開しますと、x 2乗マイナス 4x プラス4。マイナス4で定数項は消えます。そのために4を引いたのですからね。で、こうなります。で、プラス3は別に、別枠として付け足しておきますね。で、この中括弧を外すと、x マイナス2の2乗、マイナス4ですね。そのままです。プラス3で、x マイナス2の2乗、マイナス1になりますね。まあ、これが平方完成、もしくは標準形と呼ばれる、形ですね。そうすると、頂点は、2コンママイナス1と、こういうことになりますので、グラフをこちらに書きますとですね、こういう風になりますね。2コンママイナス1が頂点の放物線ですね。これはまあ y イコール x 2乗を x 方向に2、y 方向にマイナス1。こうですね。平行移動したグラフになるのでこうなります。で、さて、そこでですね、例えば x 軸との交点。まあ、こういう座標を x 切片。それから y 切片ですね。y 軸との交わり。言いますが、それを求めてみましょう。まず、y 軸との交点はですね、これは、この大元の式でですね、これですね、これで x が0の時ですから、0を代入すれば消えます。つまり、定数項だけですね。
x イコール0だ、ちょっとここ間違えてすいません、 x イコール0を代入して y イコール3ですから、まあ、こちらの方に書き加えましたが3ということですね。それから x 軸との交点はですね、大元のこの式でですね、y イコール0と置くとこういう方程式になりますね。二次方程式ですね。で、これは簡単に因数分解できます。足してマイナス4。まあ、4でもいいですけどね。符号をマイナスとして4。かけて3は1と3ですから、これを、確かにマイナス x、マイナス 3x、マイナス 4x ですからね。そうすると因数分解ですね、これは。と、x は1コンマ3となるので、ここは1コンマ3になりますね。まあ、交点は1コンマ0と3コンマ0と。こういうふうにですね、まず、二次関数のグラフを書く。そして、x 軸との交点、y 軸との交点をまあ求める。その際に因数分解というのが関係してきますね。ですね、ちなみにですね、まあ、後でもちょっと述べますけれども、こういうふうにですね、1と3ということがわかります。そうすると、標準形といいますかね、この平方完成しなくても、平方完成のことを標準形ということもありますからね、今ついそう言ってしまいましたけれども、平方完成しなくてもですね、この1の、1と3を通るということからこういう放物線が書けますね。そうすると、1と3の真ん中ということで、放物線は左右対称ですからね、2ということが、まず x 座標はすぐ出ますですね。まあ、ここにちょっと書いてありますが、1と3だと、まあ、2というのはすぐ分かりますけども、例えばですね、マイナス3と6と言われると、パッと計算できますか。マイナス3と6と言われると、6からマイナス3を引いたりですね、6とマイナス3を足したりですね、いろいろなことをしちゃったりする人がいると思いますけど、これは平均なのでね、1と3の平均、真ん中ということは平均ですから、アルファベータなら、2分のアルファプラスベータですね。なのでマイナス3と6なら足して3ですから、2で割って2分の3が間になりますね。ルート2と3とかですね、ややこしい状態になるとちょっと難しいですもんね。さて今少しもうすでに述べてしまいましたけれども、先に因数分解をしたならですね、また先に因数分解の方をしたなら、こういうふうにですね、簡単に因数分解できる。そして二次方程式を解くと1コンマ3であることと、あと、放物線の対称性からですね、放物線は、この真ん中の軸に関して左右対称ですからね。で、1と3の平均で2と。で、Y 座標はですね、この大元の式に、X 次乗マイナス 4X プラス3に代入すると、定数項じゃなくて、に代入しますね。ここの X 次乗マイナス 4X プラス3に代入しますと、X が2ですからね、2を代入すると2人が4、マイナス8。で、マイナス1になりますから、もちろん先ほどと同じように計算できますね。なので、標準、重要なのはここですね。平方完成をしてもいいし、因数分解からもですね、できれば、因数分解が簡単にできれば、こういうふうにすぐ頂点がわかる。こういうところがですね、総合的、多角的理解なんですね。だから別の講座でも言いましたけども、自分は平方完成だけ、こう、できればいいとかですね、そういうふうにあまり思わずにですね、もう、当然できて、いいというふうに参考書に書いてあるようなことはですね、もう全部できるようにしておくと。そうするといろんなところからこう手がつけられるので、特に受験をされる方はですね、そういうスピードの勝負もありますのでね、できるできないというよりも、スピードの勝負で決まってしまうところも多いですからね。さて、いろいろ周辺事情をね、勉強してみましょう。1がですね、これ大元の式ですね、y イコール x2 乗、マイナス 4x プラス3のことですね。これがですね、こういうふうに、まあ、右辺をゼロにするとですね、こういう、二次方程式として、もし先に存在していたら、先に存在していたらというと変な表現ですが、要するに、二次方程式のとして見ればですね、そうすると、この、2の、左辺イコール y と置いたグラフと x 軸との交点の x 座標が実数解ということですね、今ね。つまりグラフを書く、そしてグラフが x 軸と交わるところが、この二次方程式の実数解になるということですね。これはまあ当たり前のことといえば当たり前のことなんですが、これも重要なことですね。だから、とにかく x 軸との交点、まあ、正確に言うと交点の x 座標ですけどね、これが実数解なんだと、こういうふうに、とにかく覚えましょうね。
まあ、これは一番の基本事項ですからね、頭にあると思います。ここには書いてありませんが、X 軸に接すれば10回、 X 軸と離れていていれば、まあ、実数回はない、ね、まあ、複素数の範囲でいうと虚数回を持つということですね。愛という、ね、ラブが関係してくる、虚数回を持つということですね。それで、この場合はですね、すでに1と3の2個の実数回があるから、当然この判別式は0より大きいとなりますね。判別式や解の公式についてはまた後に説明しますが、ちょっと確認してみましょう。と D' イコール B' 2乗マイナス AC ですから、さてこれを聞いてピンとこない人、判別式は、2分のとかじゃ、または4分のとか 2A 分のとか、ごっちゃになっている人がいると思いますけども、これはですね、X の係数 B が 2B' という偶数の場合ですね、非常にこう簡単になるのでね、何せルートから4を出してくるということをするので、まあ、4分の1計算が楽になると言いましょうかね。だからこれもまた後に詳しく説明しますが、当然 D' の方で計算できるようにしておかないといけません。まあ、いけませんというと語弊がありますけれどもね、そうしましょう。そうすると、今これは、x 2乗マイナス 4x プラス3イコール0ですから、b はマイナス4ですね。だから b' は半分でマイナス2ですから、マイナス2の2乗マイナス 4ac の部分が ac で済むのでね、計算が非常に楽です。と4マイナス3で、これは1で、当然まあ0より大きいので実数回あると、ね、もちろんもうすでにグラフまで書いてるわけですし、解いてるのでね、判別式を計算するまでもなく、当然1と3という立派な解を持っているわけですね。でさらにグラフの意味、またはこういう今度は0より大きいなどの不等式の解法もまた別の機会に関連して説明しますので頑張りましょう。総合的なね、また解説は徐々にしていきますので、引き続きカッコ2の方に行きますね。y イコールマイナス x 2乗プラス 4x、 これは定数項がないやつですね。むしろ因数分解した方が簡単な気もしますね。 x が共通因数ですからね。まあ標準形というか平方完成しましょう。とマイナスでくくりますね。符号が変わりますから x2 乗マイナス 4x ですね。と、まあ、先ほどと似てますので x2 乗マイナス 4x プラス4というのを頭の中に思い浮かべて、これとこれを比較すれば4がないので、必ず中括弧をですね、書いて慎重にいきます。まあこういうところはですね、超丁寧ね、クソ丁寧というと言葉が悪いので、超丁寧にですね、スーパー丁寧にします。そうすると、まあ、定番通りといいますか、定石通りですね、決まったやり方の通りで x 前半分にして2の2乗マイナス4ですね。でここにも書いてあります、必ずこの中括弧を、ね、使って超丁寧に、そして中括弧を外します。小括弧を外していけませんからね、もう逆行しているのでね。でマイナス x マイナス2の2乗符号が変わってプラス4ですね。なので頂点は2コンマ4、ここの方はマイナス2ですが、これは符号を変えないといけませんので2ですね。そしてここはそのままですから、マイナス4としてはダメですよ。これで平方完成なので、2コンマ4が頂点で、これはマイナスがありますから、マイナス x 2乗のグラフを平行移動したものですね。 2x 軸方向に 2y 軸方向に4ですから、こうこうですね。でそれで y 切片はこの式で x を0を代入すれば、これは定数項はありませんから0ですね。0コンマ0、原点を通ります。それから x 軸との交点は先ほどの括弧1と同じようにですね、右辺ですね、因数分解するとこれはマイナス x が共通因数なので括弧 x マイナス4ですね。この右辺を因数分解、マイナス x マイナスでくくればこれですね。ともうこうなりますね。そうすると x は0と4ですから、下に書きましたが、時計が鳴ってしまいましたけども、0、4ですね。そしてまあ1と同じような考察、周辺事情といいますかね、状況を見てみますと、括弧1と同様因数分解からも頂点は分かる。どのようにするかというと、これは0コンマ4の間ですから、0と4の平均で2ですね。ね、そして、x イコール2を代入すれば4ということも直ちに計算できます。ね、
で、先ほどと一緒で二次方程式の判別式はですね、これももちろんもう0、4という解があるということが分かってますので、当然、判別式は0より大きくなければどこかで計算間違いをしているわけですけれども、D' ですね、これも、B' 二乗マイナス AC という X の係数が半分の場合を当てはめると2の2乗ですね、マイナス、この場合 A が、まあ、マイナスにしてありますのでね、4で0になっております。こういうふうに平方完成から攻める、それから因数分解から攻める、こういうまず2つの方向がですね、確実に皆様できるようにしましょう。さて、ここでですね、今括弧2が終わりましたが、括弧3に入る前にですね、まあ、今日は括弧2までしかしませんので、入る前にこの一般式のですね、平方完成、これはまあ標準形とも言いますが、これを、ちょっと復習しておきたいと思いますね。でこういうのはですね、もうやはりすぐ作れるようにしておくべきですね。このぐらいの式変形はやはりできないとですね、もう受験数学についていけません。そしてですね、ですから y イコール ax 二乗プラス bx プラス c、まあ a は0でないという後で割ったりしますのでね、でも a が0であればこれはこの部分がなくなってしまいますから一次式になるので、もう当然二次式をやってる我々としては当たり前のことですね。 a が0では困ります。そしてこういう文字による式変形をするわけですが、文字になると急に嫌だなという感じがするかもしれませんが、ここに書いてありますね、数学はモデル化なんですね。つまり2であれば、例えばいろんな何かの公式があったときに2であればこうなる、5であればこうなる、でもマイナス10だったらじゃあどうなるだろうか、ルート2でも成り立つのだろうか、そういうことを考えて一般的にそれを A として、あ、やはり A の2乗になるとかね、そういうようなことをする、いわばモデル化ということが原点にありますね。一般化と言ってもいいですね。でなので、モデル化するときにですね、こういうのはモデル化しようとしているわけですね。 A が3でも、5でもマイナス2でもですね、成り立つような式を作ろうと。我々は先ほど括弧1、2でしましたように、マイナス1と例えば4であったらこうだとか具体例をやってきたわけですね。だから不明であったら具体例に立ち返る、戻る、遡るということが重要ですね。なので、パッとできる人はそれでいいのですけれども、できない人はですね、ちょっと恐ろしいなと思う人は具体例と全く同じ手順でやればいいですね。 ABC は別に整数とは限りませんけどもね、実数ですから、例えば A が1、3、5の時はどうなったかということで、今 A が3、B が7、C が1の 3X2 乗プラス 7X プラス1というのでお例にとって説明したいと思いますね。そうするとこれだったらば、ちょっと字が細かいので見にくいかもしれませんが、こちらをお手本として文字式をやってみましょう。といつも通りですからね、まず定数項はとりあえず置いておいて、 x の項までをこの x2 乗の係数でくくります。3括弧 x2 乗プラス7を3で割った3分の7ですね。こうすれば括弧を外せば3が消えて7になりますからね。ですから同じ手順で、これは3だと思えばいいですね。ですから括弧 x2 乗プラス a 分の b ですね。そうすれば外したときに A が約分できて B になるのでこうなります。いいですね。次にどうしたかというと、これは超丁寧に、クソ丁寧に、言葉が悪いですけども超丁寧にしたわけですね。とこの、括弧のところを中括弧にしてこの中のみを変形しますね。と例えば X2 乗マイナス 4X だったら半分はマイナス2でありがたいですけども、3分の7だとちょっと半分を出すときにギクッとしますが、これはここに書いてありますが、3分の7の半分は3分の7かける2分の1ですね。もちろん割る2でもいいですけどね。と分母が2倍されて6分の7ですから恐れることはありません。x プラス6分の7の2乗ですね。で全く同様にですね、 a 分の b の半分は a 分の b に2分の1をかけて 2a 分の b ですからこうなりますね。ちょっと文字では複雑になりますが我慢しましょう。で、この2乗はありませんので引いておきますと66367149ですね。頭の中でちゃちゃっとこの部分とこの部分が等しいということを確認しましょう。でこれも一緒ですね。この2乗は 2A 全体の2乗ですから2人が4、そして A の2乗で B の2乗ですね。これを展開すれば、定数項がなくなりますからね、 X2 乗プラス
これかける x かける2倍ですから a 分の bx でプラス 4a 2乗分の b 2乗マイナス 4a 分の b 2乗ですからこうなりますね。大丈夫ですね。定数項はほっぽっておきますね。ほかっておきます。そうするとこちらでは あちこち飛びますが、こちらでは中括弧を外してこうですねと、マイナス36分の49に3をかけるので、分母は12分のになりますね。でこうなって、まあ、あとはどんどん式変形して通分したりしてこうなりますね。3倍の x プラス6分の7 2乗マイナス12分の37ですね。分数になって、何か整数にすっきりなるとやったという感じがしそうですけれどもね、これはまあ合っております。で同じようにしますね。そうするとまあここでちょっと式変形が苦しいかもしれませんが、中括弧を外しますとこうですね。で先ほどと一緒で a とマイナス 4a2 乗分の b 字をかけるので、 a2 乗が1個だけ約分できて、 a がですね1個だけ約分できるので 4a ですね、ここは a2 乗ではなくて 4a 分の b2 乗プラス c ですね。でまあこの部分はですね、通分したとしてもこれは全く c というここに含まれてないメンバーなので、すごく簡単に例えば a 分の c とかですね、すっきりすることはないでしょうが、一応後の判別式、つまりこの部分が判別式になったりするので、一応通分しておきますね。でまあこのマイナスを上に乗せてもですねいいのですけれども、こういうところは非常に慎重にやらないと、ついここをマイナスにして、ここのみを通分したりですね、マイナスをいきなり括弧でくくったりするとちょっとまずいことになりますのでね、括弧でくくるとですね、外した時のことを思えば、マイナスとマイナスでプラスですから、ここはマイナスに変えないといけませんね。いきなりここを括弧にくくったりするとこのマイナスが全部についてしまいますのでね。であとはもう通分するとですね、 4a 分の b2 乗マイナス 4ac ですね、この c というのは分子部を 4a にすれば 4ac になりますもんね。これ約分すれば c に戻りますからね。とちょっとすごい複雑な式ですけども、a カッコ x プラス 2a 分の b カッコ閉じる2乗マイナス 4a 分の b2 乗マイナス 4ac。 もちろん間違いを防ぐためにはですね、むしろここをプラスにして 4ac マイナス b2 乗と、ね、こちらのプラスを前に出した方が、間違いが防ぎやすいですけども、まあこの部分がね、先ほども言いました、後で判別式などとして出てくるのでね、このままにしました。そうするとこれで y イコール a カッコ x マイナス p の2乗プラス q の形になったので、これは、一番大元のアイデアはこうでしたね。 y イコール ax2 乗のグラフを x 方向に p、 y 方向に q 平行移動したものですね。なので、ここはまあプラスですからね、この、マイナス p とかプラス q に合わせるためにさらに超丁寧に、分かりやすく書き直すと、プラス 2a 分の b はマイナス 2a 分の b のマイナスですからね。だからこの形と比べてマイナス p マイナスカッコマイナス 2a 分の b ですから、頂点はマイナス 2a 分の b コンママイナス 4a 分の b2 乗マイナス 4ac ですね。ですからまあこういうようなものとかですね、もっと簡単に x2 乗マイナス 2bx とかですね、そういうのはすぐですね、大元に立ち返って平方完成文字のままできるといいですね。まあ確かに暗記しておいてもいいですね。これは判別式とか解の公式にさらにバンバンに出てきますので、次回それをしますのでね、バンバンにしますので、必ず具体例、分かりにくいところは具体例から遡る、具体例に立ち返るということをしました。今日はカッコ1カッコ2をしましたので、頑張って総合理解をしましょう。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、総合的にですね、学習するということはですね、こういうふうに先ほども述べましたけども、平方完成だけはできるけども、解の公式とかですね、そういうのはちょっと、暗記してなかったりとか苦しいとかですね、そういうこともあるかと思いますけども、まあ、特にですね、この受験数学と受験として勉強するときはですね、やはり受験生はそれではちょっと困るので、教科書にもう当たり前に書いてあることは当たり前に、スラスラできるようにしましょう。当たり前のことが当たり前にできる、まあ、これが人生においても大切なことだと思いますけども、こういうことがですね、やはり受験数学を制するということですね。それから二次関数のグラフおよびまあ方程式なんかは、非常にですね、まあ数一の大きい、もう本当に半分ぐらいの内容を占めておりますね。不等式とか、判別式、二次方程式を使った応用問題ですね、グラフの接線とか、
ですからまあ、社会人でやり直し数学をされるとか、今現在高校1年生でこの僕の講義を聞いてくれている人とかですね、にとっても非常に重要なので、早くそういうふうに総合的にね見えるようにするといいと思います。では、今日はこれで、さようなら。